皆さんこんばんは、ななみです。今日はディオールの新作コスメを紹介したいと思います。それではビデオスタート。で、私が今回紹介するのはこちらのルージュリキッドカラーの375番と625番になります。カラーはこんな感じですね。もうほんとこの中に入ってるのと同じように発色します。今回紹介するこちらのリップなんですけど、これまでのリップスティックやグロスにはない3つの特徴を兼ね備えている、それはリキッドルージュでありながらティントタイプであること、そして唇にのせれば最大12時間最大な発色をキープしてくれる。2つ目はメタリックをはじめマット、サテン、ヌードと様々なエフェクトを備えていること。なりたい表情やファッションに応じてカラーだけでなくテクスチャーも選ぶことができるということで、ほんとマットだったりサテンだったりヌードだったりいろいろ選べるみたいです。2017年9月1日に発売されます。なんですが、8月9日から15日までは伊勢丹新宿店で世界先行発売がされます。今回はこちら24色も出ます。そして限定色が4色、こちら各4200円になります。じゃあまずこっちのピンクの375番から塗っていきます。チップがこういう感じでへこんでるのですごい塗りやすいです。仕上がりはすっごいしっとりしてます。ベタつき感がないのでとってもいいと思います。しかも香りがすっごいいい、高級な香りがしちゃってるとっても使いやすいです。なんか私が今まで持ってないようなリップの感じです。で、次はこちらの625番の方を塗っていきます。一応ティントなのでやっぱ落としても全然落ちきらない。カラーはこんな感じです、こちらはマットです。多分メイク次第ではなんか本当に一気に外人さん風になる、本当メイクの幅が広がるようなカラーです。ここまでマットのものってほとんど持ってないんですけど、なんかちょっといつもと違うメイクしたいなっていう時とかすごいいいなと思います。こちらのグロス2つともティントグロスになってるので、どれぐらい、個数ってどんぐらいなのかっていうのを見たいと思います。おー、だいぶ色残りはしてるかなと思います、ティッシュでこう全力で落としてるんですけど、ちょっと残っちゃうっていうぐらい、今はこの短時間で結構全力で落としてこのぐらいなので、多分唇につけてても長時間割と持つのかなという感じはします。ティッシュでどれぐらいつくのかをやってみたいと思います。お、まあ一応つきますけど、全然こう剥がれるっていう感じは全くないです。すごーい、触った感じもカサカサしてるわけでもないし、かといってベタベタもしてないし、すごい大人っぽく仕上げた方がこのリップは結構映えるのかなと思います。こういうキープものって本当助かりますよね。結局何度も塗り直すっていうのが一番面倒くさかったりするので、長時間メイク直しができない方とか本当にこういうのがおすすめかなと思います。はい、こんな感じで今回はディオールの新作リップを紹介しました。私的にはこっちよりこのマットの方が気に入りました。で、こっちはね、色味のせいもあると思うんですけど、私は持ってないタイプの、メタルっていうぐらいなので本当にメタリック感がすごいです。で、こっちはマットなので、ツヤ感を求めてる方にはおすすめはしないですが、この上からグロスを塗っていただければ多少はこうツヤ感の出るリップになるかなと思います。こういういかにも外人風みたいな感じのリップは男子焼きはしないと思うけど、私はこっちの方が気に入りました。なんでかっていうとすごいカラーが可愛いからですこちら9月1日に発売になりますので、気になる方がいましたらぜひチェックしてみてください。はい、この動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからお願いします。それではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。